どうもドズルです。はい、ということで今日もクラッシュライエルやっていきましょう。私今ですねトロフィー上げを頑張っておりまして、ちょっとだけ自慢していい？こんなことねめったにないんでちょっと自慢させてください。なんと今ただいまローカルランク100位、おーちょうど100位だ。さっき99位だったのに、ちょうど100位ということで100位以内に入っております。これすごいですよね、すごいですよねって自分で言っちゃった。ちょっと嬉しいんでね自慢させてください。で、私が今トロフィーを上げているのも、現在ですねシュテルンリッターとカムカムフレンズでこちらドン、こんな感じのクラロワガチンコトロ上げ対決っていうのをね、クラン対抗でどっちがトロフィーを上げれるのかっていうバトルをしております。これ狼さん主催で、いろいろやっていただいているんですが、なんかこう、最高トロフィー数どれだけ上がったかとかね、あと最終的にトロフィーが多いのはどっちかみたいな、細かいルールがいろいろあるんですけれども、そんな中で、クラン対抗の、トロ上げ対決っていうのを今シーズンやっております。ちょっと私もね、リーダーとしてみんなを引っ張りたいなと思って、ちょっとトロフィーを上げているんですが、現在私が使っているこちらのデッキ、ゴーレムガゴガゴ、昨日ねコメント欄でゴーレムガゴガゴって言ったのを聞いて、GGG って名付けてくれた方がいるんですけれども、まあ、PPP みたいな感じでね GGG なんか響きあんま良くないけど、ゴーレムガゴガゴのねこちらのデッキで上げているんですが、ナイトがねあともう少しで、レベルが上がるんですよ。もう少しあと200枚ぐらいかな、ということで今日はちょっとこのナイトがカンストするまで、宝箱を引いていきたいなと思います。今魔法の宝箱と、ゴールド宝箱が普通に引けて、あと残りはね巨大宝箱でナイトが出るまで引いていきたいなと思っておりますので、それでは参りましょう。まずはゴールドから。さあナイト来ない、ナイト来ない。ナイトの確率ってなかなか低いですよね、この前はゴブリンギャング出たばっかりだったんでガンガン来たんですが、さあ頼むよ。これでナイトが一気に200枚は来ないかそもそもね、そもそも魔法だと200枚来ない説、甘くないな、全然甘くない。さあということで、ミラーでございました。よし、じゃあちょっとねここからは課金になってしまうんですが、巨大宝箱をひたすら引いていく。300枚なんでナイトが一発で当たれば、ナイトが200枚以上一発で当たれば、まあ、その時点で終了ですが、サード、ゴブリンギャングそうか、なかなか世知辛いな。これ足りるかな、6000エメラルド今あるんですが、これもし足りなかったらね私動画の途中でコンビニにダッシュしないといけないという事態が発生してしまう。さあ来いナイト、なるほどゴブリンギャング来るな。やっぱちょっと持ってないカードがやっぱ来やすいという特性上ね。さあファルチェからのナイト来い、ナイト、ああゴブリンギャングしか来ない。うわー、ゴブリンギャングのレベルがひたすら上がっていく。ちょっと上げていこうか、これなんかレベルを上げると出にくくなるらしいんでね、ちょっとレベルが低いゴブリンギャングを上げて、確かに一番レベルが高いレベル12のナイトは出にくいのかもしれない。さあ巨大宝箱行ってみましょう、もうどんどん行こう。さあ来い、頼むお前だけしか来ないな、ほんとゴブリンギャングしか来ない。さあもう一個ゴブリンギャング、さあラスト、ああ迫撃効果、うわこれがナイトだったらって思うと悔しいですね。これがナイトだったらもうカンストしてたのに。さあ行きましょう。さあナイト、ナイト、うわ出ないゴブリンギャング出すぎでしょマジで。ゴブリンギャングが早々ともう他のユニットレベルに追いつこうとしている。さあナイト頼むよ来い、あーっとゴブリンギャング、ゴブリンギャング率高っ。このゲームうまくできてますね、レベルが低いやつがちゃんと出るようになっている。さあどうしようかな、ゴブリンギャングのレベルばっかり上がっても仕方ないんだが、ちょっと行こうか。さあ頼むよゴブリンギャング、違う、あーもう違うナイトって言おうと思ったらゴブリンギャングって叫んでしまって、そしてゴブリンギャングが出るというオチ。いやーゴブリンギャングしか出ないな、期間限定でゴブリンギャングしか出ないようになってるのかな、ゴブリンギャング宝箱になっている気がする。さあ頼むよナイト、あーゴブリンギャングしか出ない、本当にどういうこと、そういうことそういうことですか。これ動画のタイトル変えようかな、ゴブリンギャングレベル12になるまで上げてみたみたいな。いやちょっとナイト頼むよ、いやてかここまできついと思ってなかった、ゴブリンギャングしかマジで出ない、マジでゴブリンギャングしか出さないつもりだな、絞ってやるぜこれ逆にすごくない、え、これ本当に、ちょっと待って、ゴブリンギャングしか出ないんだが、それに関してはえ
マジでここまで偏ったらさ、ちょっと良くないよね。良くないですよね。ほらゴブリンギャングしか出ないじゃん。え、レベル12のカードが揃わないと他のレベル12のカード出ない系。これ次なんかもう超連続でゴブリンギャングしか出てないですよね。いや動画のタイトルほんと変えよう。そしたら頼む、さこい。そういうことなんだ。いやもう本当にね、ま、あの巨大な宝箱をゴブリンギャング宝箱と化してますわ。これでもしレベルを上げ、あってかエメラルドがない、エメラルドが足りないです。皆さん私ガチでちょっとね、今からコンビニに iTunes カード買いに行きたいと思います。はい、ということでコンビニ行ってまいりました。はい、ということでちょっと引いていきましょう。でも次ね、次ゴブリンギャング出たら知らないよ。とりあえずちょっと上げようか。とりあえずレベル12に上げて、あ、一気に4500エメラルドが高いよな、5万って。よし、これでもうレベル12になったんで、ゴブリンギャング補正はなくなったはず。これでもゴブリンギャングが出続けるというならもうこれ遠隔操作だわ。うん、スーパーセルの遠隔操作。さあ頼むよ。さあこれで確率はないと回るはず。さあ来い。おー、アイススピリット。あ、ただね、出始めましたね。ついに出始めました。よしよしよし、ゴブリンギャング以外のコマが。オッケー、ちょっと待ってよ。ノーマルカードの確率ってどれぐらいなんだろう。ちょっと待って、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 枚、17分の1を引けば、カンストって感じかな。さあ行こう。さあ次頼む。ない、ナイツ。あ、でもゴブリンギャング以外が出始めた、いい傾向。さあナイツ、出ない。なるほどな、なかなか世知辛いものがありますね。さあ頼むよ。ナイツ、あーゴブリン、あーゴブリン、やばい、これナイトがカンストする前に本当に全ユニットカンストしてしまう。ナイト起きた、よっしゃー、来た、よかった。思ったよりかなりエメラルドを使ってしまいましたが、ついにナイトを、ゲットいたしました。よし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 、10万ゴールドか、10万ゴールドも買おっか、せっかくなんで。さあこちらか。よし、いやー、今日ほどエメラルドを使ったの久しぶりだな。最近課金塾もやってないんでね、久しぶりに、ここまで使いました。ということでアーチャーの次にナイトがカンストいたしました。結構ね、やっぱレベル13になるとレベル12と使っていて全然体感違うので、ちょっと他のカードもね一生懸命レベル13に上げていきたいなと思います。てかスーパーレア100枚って無理ゲーだよね。まあぼちぼちね、頑張っていきましょう。はい、ということでカードカンストするの結構エメラルドとかゴールド使いますね。はい、気長に頑張っていきたいと思います。ということで、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。